はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はブレインマッスル高校で能見軍団を使っていこうということで、デッキの方はこんな感じになってます。で、能見軍団って何なのかっていうと、まあ、能見さんを基準にして能見さんとね、コンボのあるキャラクターを使っていくということで、上の2人ですね、神宮寺と諸井くんが、能見とコンボがありますので、まあ、この3人を入れていきましょうということで、やっていきます。で、神宮寺自体はやる気効果アップの、テーブルになっててブレインマッスルと相性がいいと。で、諸井くん自体はやる気効果アップついてないんですけれども、まあ、一応得意練習率アップがありますので、まあ、あのブレインマッスルにも向いているような、形になります。で、他のキャラに関しては、まあ、にじまちゃんに入れて、ナヌーク入れてライチを入れてると、まあ、おなじみのメンバーですかね、自分の中では。で、能見さんはね、今回 PSR のプライチを借りることができましたので、やる気効果アップ 100% がついて、さらにイベントボーナスも 50% にアップしてますというところになります。本当にね、能見さんの PSR はめちゃ強いですよね。羨ましい限りです。じゃあこの形でやっていきましょう。あ、そうそうそう。でね、アイテムの方は今回、スタンプを持ち込んできました。早速使いましょう。これはね、使わないと効果がないので。で、やっぱりまずは新島ちゃんかな。まあ精神だけどやっちゃいましょう。やっぱりね、彼女は欲しい。クリスマスまでに彼女は欲しいんで。ナフヌークの、そういえばさ、このかぶってるさ、目ん玉みたいなの何なのこれ。ぬいぐるみの帽子みたいなのかぶってんのかな、かぶり物。あ、新島ちゃんコツが来てるね。ほんとね、新島ちゃんのね、コツが来てくれると評価がね、上がるんでかなり楽になりますね。で、今のところ精神練習しかしてないな。いや、でもね、新島ちゃんもプラゴにできたし、カオルちゃんもね、前回のガチャでプラゴになったんで、結構サクセスの夢が広がってますね、今のところ。まあ、そんなにね、サクセスばっかり時間を取れるわけじゃないんで、あんまりやってないんですけど。で、とりあえずね、先週の、なんだっけ、パワチャレが、あの、タイガくんだったんですけれども、タイガくんは、500以内に入って、SR を取りました。で、ここは、そうですね、やっぱり、コツがあるので、能見くんのコツってなんだっけ？忘れたな。特に潰せそうなものは今のところの経験点だと厳しいかな。まあ、靴をもらっていきますか。うん、コツ流し打ち、オッケーオッケー。お、ここで諸井くんと能見さんのコンボが発生しましたね。で、諸井くんと能見さんのコンボは一番上だと、まあ、ちょっと経験点とかは、まあ、抜かして、対エースのコツが1で手に入りますと。で、目立つプレイにしますと、守備職人のコツが手に入りますと。で、今のままで E にすると、競争心のコツが手に入って、で、今回はちょっとナヌークがね、いるんで、守備職人のコツをもらっておきましょう。で、目立つプレイとかさ、今のままで E とか言ってるけどさ、今、あの、これ、イベントを見ながら喋ってるんじゃなくて、そのサイトのね、コンボ内容を見ながら喋ってるんで、全然イベント内容見てないんですけど見てないんですけど、守備職人が手に入りましたと。いやー、いいねいいね。経験点ってちなみにどれくらい手に入ったの？あれ、これどうやってバックするんだ？あ、こうか。これだと能見さんの評価が上がって、80くらい経験点が手に入って、守備職人か。悪くないですね。まあ、100ポイントくらいね、入ってくれるとめっちゃでかいんだけど、どうしようかな。ちょっとメンタルが最近多いね。でも、まあ、人がいっぱいいるからね、休む必要もないんで、まあいいでしょう。最初はね、やっぱり評価上げっていうのは重要で、でしかも男にしてください。これもコンボですね。で、これに関してはまた様子を見るみたいなのがあるな。様子を見るだと、いぶし銀のコツで、能見を止めるにするとさよなら男のコツで、一緒にっていうやつだと、まあ、経験点が主に入ってくるのかな。じゃあこれはコツをやっぱり取りに行きましょう。さよなら男ですね。ここは神宮寺がいるんで、さよなら男を取っていきましょう。お、経験点はでも80くらいか。いいねいいね。
でライチのコツか。最近新島ちゃんが終えてないけれども、ライチはムードを潰しておきましょう。流し打ちももう潰しちゃうか。忘れるからね、最近ちょいちょい忘れるんだよね。ムードと守備職人もね、結局ひらめきで手に入る可能性があるんで、今のところは残しておきましょう。広角打法 OK、 欲しいのが手に入ってね。で、能見さんの金徳、これは普通に走って続けていきましょう。で、そうすると、まあ、回復イベントとかも見据えて少し、体力は消費しておきたいけど、これメンタルをねやるんだったら、でも諸井くん、新島ちゃんとかをちょっと上げたいね。まあ、ここは3人いるんで打撃でいきましょう。ちょっと10月の頭あたりには新島ちゃんの評価を乗せたいんで、ここでブレインマックス、ブレインマッスルじゃなくてブレインミックスすげえ噛んだけど、使えるようになりましたと。あー 7% か、これはちょっとやりましょう。一応今なんかひらめいてるけど、あー、わりかしいい感じでひらめいてるね。これはじゃあいっか、このままで。最初はねひらめき重視でいいでしょう。ここに4人溜まってるけど、誰ともタッグが組めないんで、だ早めにね、あの評価上げないと、こういう時にうわ4人いるけど誰ともタッグが組めないみたいな。まあよく目安にしてるのは適当ですけど、自分は年内とかそこら辺までに全員タッグが組めるようになってくれればいいかな。新島ちゃんまだか、これどうしようかな。寝るか。そろそろちょっと、あ、チームメイト評価が上がるのか。新島ちゃんの評価が乗ってくれないと厳しいぞ。で、これどんなイベントだっけ。神宮寺くんのイベントか。そんなに使わないからね。今時のヤンキーは勉強もできる。これは通常イベントか。開き直るっていうのはね、サボり癖がつく可能性があるけど、逆胸骨が手に入る可能性があるのか。ちょっと勝負だね。で、一番上は精神がね10ポイント下がっちゃうんで、で真ん中が一番硬いですね。評価とやる気が上がって精神が手に入ると。でもね、逆胸骨どうしようかな。諸井くん手に入るとはいえ、ちょっと勝負に出てもいいけど、やる気が下がるのか。手堅くいきますか。いや、でもせっかくだからね、これにしよう。どうだ、よし。やる気は下がったけど逆胸骨を手に入れた。ちょっと怖いね。で、新島ちゃんは乗りましたね。で、新島ちゃんが乗ったけど、他の人たちがね若干あれなんで、能力がタック発生してんのか。どうしようかな。せっかくだからキャベツの千切りとかができるようにナヌークと能見さんの打撃は止めておくか。で、走塁も1あるのか。で、守備か。ライチとか多分まだ評価乗ってないからね。これで、キックボクシング、キャベツの千切りあたりができるようになれば練習しましょうか。あ、来た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 。オッケーオッケーオッケー。じゃあ今回はこれでいいかな。ここでまたやる気を下げられたのが若干痛いな。まあでもね、逆胸骨を取りに行ったんで、それはしょうがないでしょう。で、キャベツの千切り。キャベツの千切りとか確かにね、すげえ技術必要そうだからね。で、諸井くんのイベント、諸井くんのイベントもね、あんまり把握してないんですよね。周辺視野、これが金徳ですね。で、上が継続で、下が、イベントを切る感じになるので、上で続けていきましょう。やる気が上がるみたいですね。これ何やってんの。何秒何秒みたいなこと言ってたけど。よし、OK。で、あとはやっぱり評価上げをしていかないといけないので、どうしようかな。ナヌークあたり上げとく。適当だけど、2人ね重なってくれてればよかったんだけど。こっちの方か、告白が来てほしかったけどな。どうしよう、もう評価乗ってるんだよね。そうすると休むっていうのもね一つ手なんですよね。うん。で、ナヌークか。ここはライチがまだか。まだ10月だからね、しょうがないよね。
そうするとどっちで行くよこれは。神宮寺で行くか。筋力を稼いでおきましょう。で、ナヌークの金徳ですね。これを観察して続けていきましょう。ナヌークなんかすげえいい人そうな感じだよね。めっちゃ人が良さそう。おわ、体力を下げられるのか。諸井くんコツがあるので、これはまあ諸井くんでいきますか。さてコツをくれる。内野安打潰しましょう。でまた謎の喧嘩。まあ、最初の方に来てくれれば、お、そうかそうかそうか、これいいやつになるのか。最初の方に来てくれるとね、逆胸骨やったー。どうしようかな、逆胸骨。神宮寺さすがにこれは無理か。ナヌークとナライチ、一応ブレインミックスを見て、ちょい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 綱渡りとかいけそうだね。これやってみる。よしよしよし、 OK。 座禅もできるようになったし、寝よう。あーこれね、これはちょっとまた今度。うん、ここは無難に行きましょう。綱渡りってどこ渡る？これ屋上だよね。見た感じ屋上の綱渡りすんの超危険じゃね。ね、どうしようかな。メンタルめちゃでかいよね、経験点的には。新島ちゃんがねちょっとやっぱりタックが低いんで、ここはまあただで練習できると考えてメンタルでいきますか。よしよし、これでやる気が下がった。座禅で、またちょっとプレイミックスを見ますか。そうすると野球小説の執筆とか、これはメンタルがいっぱいか。筋力が誰がいるんだ。あ、筋力新島ちゃんか。だからこれで走塁とかメンタルが来てくれれば、まあ、ひらめきができますと。じゃあ雑巾掛けをしますか。お、ついでにナヌーク。あ、そっか、ここ3人いるのか。そういうことね。走塁3人か。確かにそれはありだな。いや、ありだね。この2人をロックかけて、ちょっと待ってね。で、メンタル1人ロックかけとけばいいんでしょ。で、新島ちゃんとナヌークか。よし、行こう。よし、新島ちゃん来た。で、ナヌーク。9か。もう2個くらい使う？来ない。あ、片身打ちがいてんのか。あ、でもそうすると全員外さないといけない。なかなか難しいな。というわけでもう一回やろう。うわー、もうちょっといいわ、これで。しょうがない。ナヌーク。10。いいね、上がるね。うわー、練習か。しかもこいつ精神だったのか。てか、新島ちゃんの告白が来てないよ。新島ちゃんはまだか。これ後イベなんだね。後イベっていうか、新島ちゃん来ない。これは定期イベントっぽいな。またひらめきが発生してるんですけれども、特にタックはいい感じではないので、だるまさんが転んだか。雑巾だけは一応取っておく。で、潰せるものをちょっと潰していきますか。また広角も潰して、内野安打も潰すでしょ。あと代打潰して、ヘッスラ潰して、体当たり潰して、ヒカもサヨナラもで、逆境も取って、ハイボールヒッターも取って、守備職人もね別に1あれば。あー、でも守備職人どうだろうな、一応取っとくか。でゲッツー潰しは取るでしょ。他盗塁アシストあたり、これでだいぶまた電池が稼げるかな。で、特にもう評価上げをする人はいないので、監督もいないので、スカウトさんでもやっておきますか。監督今日サボりかな。
来てないってことだよね。自主練か。12月の1週だからテストで忙しいのかな。これは教えてもらおう。普通に、あ、そっか、精神下がるんだ忘れとった。まあいいや。で、コツかって言われたらコツだね。新島ちゃんはタックが低いんで2人いるのか。ちょっとタックを絡めたいね。あー、間違えた。1回全員外して、肩。おお、これはでもだいぶいい感じのひらめきが発動してるから、ちょっとひらめき重視でいくか。で、新島ちゃん頼む、告白を起こしてください。意外性。反復練習してやる気が上がってくれると嬉しいけど上がらない。ラグビー、ラグビー、あー、敏捷ね。なるほど、ドドドドドって走るからね。もろいくんか。もろいくんのこのイベントは人が良すぎる。上で体力回復とミート対応、真ん中で体力回復と積極走塁で、一番下が選球眼か。どうしようかな。まあちゃんと断るにしよう。体力を回復しつつポイントをもらいつつ、能見さんがいて新島ちゃんがいる。ここはまあ新島ちゃんにしとくか。いやー、一人ぼっちか、すげえ寂しいわ。あ、被害性、あ、来たね、被害性やっちったよ。最近ちょっと雑な感じがするな、ここら辺のコツ取りが。ケーキか、一人で食べるのか、しかも食べられなかったか一応見て、コツはモロイくんか。意外性は確実に掴む必要もないといえばないけど、電池になるんで。で、この体力量か、一回メンタルしとく。で、大地の金徳、これはね2回目でね失敗する可能性があるからね。確率は結構高いとはいえ、失敗するときは失敗するんで。で、ここで大吉が出てくれれば体力はかなり回復するんで、せめてせめて大吉が出てくれ。ここよ、ここ引け。大吉、中吉。で、タックがここに2人か。大地が絡んでるからね、結構筋力もらえるんだよね。神宮寺君と、まあ、呪いとか別に変えてもいい気がするんだけどな。筋力は残しておく。さて、だるまさんが転んだが3人か。いや、でも変えたいな。まあ、まずはライチを。おお、来たね。片身打ちが手に入りそうな気がするけど、今回はこれでとりあえず練習をしておきますか。おお、いいね、いいね、いいね。やっぱライチがいいんだよね。筋力ポイント乗るわ。てか新島ちゃんよ、新島ちゃん何してんのマジで。さあ、ここは頼むよ。おしおしおし。あ、でもパワヒのコツってまだ掴んでないのか。ボクシング。新島ちゃんマジどうした、何をそんなに照れている。12% か、 12% ね。ちょっとブレインミックスの方でパワーヒが欲しいんだよね。全筋力か、全筋力で、筋力は今2人か。なんだかんだで2人しかいないのか。で、あと何ターン、あと3ターンでミックスされるのか。だったらな、ちょっと採掘っていうのもな、悪くないしな。肩か打撃かぽい。メンタル、これであんまり使いたくない、あんまり使いたくない。うん、まあいいでしょう。阿部ひのコツがあるね。12杯いきましょう。これは監督評価がちょっとやばそうだな。
阿部ひ、OK。ビフテキ、ビフテキ。俺はこの前ビフテキ食ったぞ。今ホットモットがね、ビフテキやってるんで。いや、うまいっすよ、本当にビフテキ弁当は。石炭採掘、石炭なんて取れんの？どこに住んでんのよこいつら。野球でモテろ、これなんか選択肢あったっけ。あ、あるね。野球でモテろ、これが金徳イベントで、彼女がいるわけではないんで、俺もモテたいなにするとチームメイト評価5下がるんですけど、まあ5だったら大丈夫でしょう。でしょう。モテたいぜ、本当にモテたいぜ。チームメイト評価が下がった。で、本当に新島ちゃん何やってるので、これね、一応ね、硬いゾンみたいなんですよね。まあ、C くらいまで上げられれば上げとく。まあ、これ失敗したら悲しいんだけどな。ポイント使って。まあ、サードなんでね、肩を上げることは全然いいんで。カモンマッスル。いや、そんなことよりさ、新島ちゃんよ、新島ちゃん。こんなね、どうでもいいね。わけのわかんない。踊りよりは。タックが来てますね、1人。おー、2人。ただ、コツがある。ナヌークのみさん。確かに、数字的には悪くないね。筋力レベル1っていうところがあっても、どうしようかな。新島ちゃん、コツを欲しい気がするけど、ダブルタックはやっぱりでかいよね。次が2月1週か。で、まあ、のみさんの通常イベントは、確かこれ勝手に進むよね。いやー、60も手に入るんだ。で、ここで全員がミックスされて、ひらめきが発動してますね。バレンタインはまあ別にくれるんで、どうしようかな。ここはじゃあこれをちょっとターゲッティングにしますか。ビーチフラックスが来たか。走塁4。ライチが肩になればいいのか。まあ一回とりあえず今週はこれで。で、ここが美味しくなったね。美味しくなったけど、ちょっとさすがに 21% は無理だな。精神を一回挟みましょう。本当はね、新島ちゃん、もっと早く来てくんないと困るんだけどな。マジで、マジで何してんの。まあ、ここはね、ちょっと定期イベントのバレンタインが発生しちゃうんで、しょうがないんですけど。デートがね、詰まるからね。まあ、回復してくれるのは嬉しいですけど、3人いるね。これは、でかいな。ライチがいるからね、筋力を稼がせてくれるんで、ここはちょっと、だるまさんが転んだを。これで肩で3カタカタ、あー、まあカタカタは無理か。というわけでライチ肩。いやでもさ、これはやっぱり3タックでしょう。ライチキャップ。これでいきましょう。すげえな、筋力も112もらえるんだ。でかいね、本当にでかいね。いぶし銀。能美さんって渋いんだ。あんまりそんな感じはしないけどな。で、タック、またそう、3人。仲良し3人組だな。しかもさ、揃えなきゃいけないからね。ちょっと待ってね、走塁、盗塁のコツが手に入るのか。じゃあ、これ、どうやったら盗塁のコツ狙ってこう。走塁にしなきゃいけないんでね。うわ、ここでまた電池を食いそうだな。よし、頼むぞ。神宮寺、もう2回くらいで何とかしたい。頼む、来ない。6分の1これ、可能性的には。いやー、減るマジ減る。減ったけど、まあ使った甲斐はあった。ちょっとここからは、まあ、絡む人によってやっぱりね、同じ3人でもポイントは全然違いますね。今回ね、諸井くんがいるんでね、やっぱりね、タックを重ねるときっていうのは、やる気効果アップがめちゃくちゃ重要ですね。
さて、いいところで来てくれたね。で、あとは新島ちゃんよ、マジで何やってんの新島ちゃん、本当に。で、ここは代打なんでちょっと打っていきますか。少し能力を整えましょう。まあ弾道はちょっと3にしておいて、まあいいかな。走塁もいいくらいにしておきます。全部 E に揃えますか。守備とかはね、多分 D まで上げればいいんで、サードなんで。パワーがいけそうだね。パワーは D にしておくか。で、あとパワヒか。そうだね、パワヒ取ってないんだね。パワヒを取れないとね、ちょっとさすがにアーチストは厳しいんで、パワヒは、まあ、ひらめきのレベル2とかでもいいんで抑えておきたいな。ゼニちゃん、しまった、正面だ。もう一回、もう一回、よしよしよし。パピオンに変わってやがる。ミートが小さい。さすがパピオン。しかしそんなものは関係ない。ホームランはホームランだ。ここはもう本当にね、監督評価上げなんで、代打の時は。一応引き分けでも10ポイントは入るんだね。特急列車と競争とかさ、バカじゃねえのこいつら。本当にスマートさ。うおー、失敗した、失敗したっぽいね。代打とか悲しすぎる。やっぱりね、諸井くんが絡んでるとはいえ、ライチなんだね。やっぱりライチだと思うよ、多分。適当なこと言ってるけど。ただただただ、ちょっと待ってね。こいつらはロックしておくとして、ちょ、ひらめき的なものができるかって言われると、あと2つ揃えないといけないんで、今の電池数からいくとちょっと厳しいね。これはいきましょう。いやー、さすがにポイントもらえるね。てか1条とかさ、なんかろくなトレーニング方法言ってこないな。で、桃井くん、これは2回目。体力回復もありがたい。で、走塁が多いね。ライチね、ライチ欲しいんだよね。かといってでね、他のは結構重いからね。アベレージしたとか3で、いや無理でしょう、無理だね。タイエースとかそもそも取れないし、不思議も取っておくか。電池不足だからね。技術が足りてないんだな、技術が。パワーヒッター遅れればありがたいけど、パワーヒタイエースか。まあいいでしょう。てか新島ちゃん、マジ何してんの、本当に何してんの。来た。おっせーよ、本当に。3月か。3、4、5、6、7、月1でデートしないと間に合わないな。まあ、回復はしてくれるキャラなんでね。ていうか本当に走塁多いな。そんな走塁ばっかりな。サードだからね、爆上げしてもしょうがないんだけどな。こことかやりたいね。電池がただだいぶ少ないからな。みんなちょっと走塁になっちゃってるか。いや4個はな、厳しいな。まあただタックがあるんで、やっておきます。てか1回監督評価も上げたいけど、さすがにこれは少ないな。で、次あたりちょっといいのがなければ新島ちゃんとデートしますか。いやー、能見さんもねー、めちゃくちゃ経験点くれるからね。おお、喧嘩しだした。これは体力下がるんだっけ。あ、下がるね。もうデートだな、特になんもなさそうなんで。ちょっと次のシャッフルまで待たないと厳しいかな、電池的に。まあ、やっぱりね、4人タッグ、5人タッグ。ちなみにね、ブレインマッスルやり始めてからね、まだ5人タッグっていうのをね、1回もやったことないんですよね。
だ5人タッグ、まあ、練習にもよるけど絡んでくれるとね相当伸びると思うんだけど、どうだナヌーク、いいね、3で掴めるっていうのがねほんとでかいよね。うん、 OK。で、なんでさ、なんでこんな敏捷に来るの。ちょっとタイエースは掴みましょう。粘り打ちとかどうしようかな。パワーヒッター欲しいからね、直取りしちゃってもいいんだよね。あ、初級か、どうなる。そうすると技術がどうなるかなんだよね。初級がこれで粘りが50使うのか。いやー、ただパワーヒッター188はちょっと厳しいよな。まあ、そもそもコツをくれるかっていうところもあるんだけど、確率は上げておいた方がいい。練習、まあそうだよね。しかも敏捷か、そうだよね。こいつはどういうサードになるんだ。3個ゲットで、タガバタ、またダブルタックですかい。ナヌークのコツとジンブージのコツ、ここはダブルだけどな。この2人も悪くなさそうだけど、変えるほどの電池がないし筋力が結構稼げるからな。いやー、足がめちゃくちゃ速くなりそうだな。技術が足りてないね。ここで技術もらったのはでかい。てかマジで経験ってめちゃくちゃくれんなこいつ。何者だ。おー、ここに4人いるけど、4人いるけど無理だ、これは無理、絶対無理。デートしよう。いや、こういうのね逃すのは痛いんだよね。まあ、友達スタンプじゃなくて回復薬をね持ってきてればできたんだけど、ただ電池の本数からして4人を守備に当てられるかって言ったらちょっと厳しかったと思うんだよね。いや、ブレインマッスルはねやっぱそういうところがほんとピタッとハマるときもあれば、ハマったことないけど俺は今まで、ほんと強い選手ができると思うんですけど、まあそこはある程度の気力が必要になるかな。まあこれで監督評価とかも大丈夫でしょう。走塁大地くん、電池がそもそも何個、7個か。一回全ミックスしよう。これライチは置いとく方だ。ライチを置いておいて全ミックスしよう。ほい、うん、なんとかダッシュが来てるね。筋力かメンタルか。体力量的にメンタルでもいいんだけど、40いくつ手に入るのか。てか敏捷ポイントマジとんでもねえことになってんな。一回足を速くするか、 B とかにしても全然良さそうだな。これは一回回復に入るか。回復しよう。まあ技術も23ポイント手に入るんでいいでしょう。精神がどんどん上がってくる。うおー、ここでこういうのが来るとかなりきついぞ。まあまあまあしょうがない。配送ダッシュ、できれば技術が上がるやつをちょっと中心的にやっていきたいんだけど、ここどうしようかな。お出かけしてデートしておくか。ちょっとやる気もないんで、回復量がもったいないけどこれだっていう練習もないんでね。で次が全員ミックスされるところだっけ。5月に入るから、ここからが一応勝負だね。最後の最後で一発大逆転もありえますからね、ブレインマッスルは。やる気をもう一段階上げておきたいけど、よし、ここで電池を手に入れて10本以上にはなったか。ナヌーク、神宮寺、ここはちょっとナヌークをなんとかしたいな。なんちゃらロデオ、カウボーイロデオ、打撃、あー、カタカタがいっぱいいるんだね。いいや、これはちょっと変えよう。神宮寺でも残しておく。残す意味があるのか。カタカタ打撃メンタル、カ
カタカタ打撃メンタル、カタカタ打撃メンタル。だこの2人は変えられるのか。ほいほいほい、ここであんまり使いたくないぞ、ナヌークいやーこれはハマるぞ、最悪ハマるなー。あー来た結構使ったねー、新島ちゃんだからな、タックのパーセンテージがやっぱり低い。うん、まあただポイントもらえたのは今となっては結構でかいかな。悪気打ちか、そうか、そんなのもあったね。あれ悪気打ちってどっちだっけ、取ったっけ。守備2人かー、ここ3人、また3人いるのか。もうみさんのもうちょっと敏捷ポイントはいいわ。電池が3個か。でコツは、盗塁1個取っとこう。これで気迫ヘッドも取るでしょ、カジバモンも取っちゃおう。でいいや、もう魔術師取ろう。うわ魔術師とか待って待って待って、3で37か。守備職人はでも取れないかな、帳尻合わせ取っとこう。まあ一応置くだけは置いておくか。ででで、まあポイント的には悪くないけどな。コツか、いやちょっと技術欲しいね、技術不足だからな。よし5個手に入れた。これはもうちょっと6月にかけよう、全てを。で5月の4週か、まあここでいいのが来てれば練習をして、神宮寺と新島ちゃんか、新島ちゃんのインコースとかも取ってないからね結局。1回ここは新島ちゃんを取っておきますか。で次はデートをして回復させて、でパワーヒッターだよな問題は。アーチストは1だからな、絶対無理だわ。一応見とこう、1人おとなしくお出かけをしよう。ちょっと待って、取れる電池は取ろう。いやアーチストとか無理だわ、パワーがそもそもまだ D しかないからね。ミートに至っては E だからな、これ技術マジで足りん。インコースは取ろう、でもインコースを取ってデートで回復して、それかもう最悪筋力筋力筋力でパワヒを狙いに行くっていうのもまあありだけど、ライチあとね、ただパワヒだけのはずなんだよね。ただライチがねコツをくれるかって言ったらちょっと怪しいところがあるからね。まあとりあえずやる気を回復させて、おいもうなんでこんな時にさ授業でテストなんてやるの。さて残り3回練習は、肩2人か、もうやる気が下げられてる。新島ちゃんがな、ただ絡んでるからね、あんまりタックが高いかって言われたらあれなんだけど、筋力とかも増やしたいから一応ここで変えましょう。おお筋力筋力きたね、畳打ちも手に入るか。うわこれは筋力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 か、やりたいね。ちょっとパワー1人に行きたいね、残り8個。まあ、技術が追いついてこないっていうのはあるけど、鉄球で打撃練習一応技術が手に入った。でお一人、走塁はもういいわ、肩か。でも新島ちゃんだしな、おとなしく諸井くんにしておく。ちょっと待ってね、アーティストは無理でしょう。片目は取ろう、電池よ電池、今は電池が欲しい。守備職人も重たいな、普段はねあんまり重たいって感じることはないんだけど、守備職人自体は今はね重いわ本当に。悩むな、6月の3週が最後なんで、ここはどうしようかな。
ちょっと打撃もったいないけど、ライチが筋力にいるのを考えれば、筋力にしておくか。パワヒだな。よし、パワヒ OK。 1,2,3,4、 そっか、5人で OK なのか。それもでかいな。6人揃えるとなると相当きついからな。で、ライチからちょっと筋力をもらっておきましょう。で、次練習できる体力量残ってるか。日本刀素振り、パワヒったー。まあ最低限のことはできたな。パワヒでもね、5で掴めれば一番いいんだけど、肩か。肩3人も悪くはないんだよな。何パーセントだった。 0% だね。これはやるでしょう。もうクマと相撲とかいいわ勝手にやっててくれよ、クマと相撲なんて。3人そもそも素で揃えないといけないのか。よし、2人来た。でかい、これはでかい。新島ちゃん来たねー。で、あと別にって感じなんだけど、まあいいか。やる気が気になるねー。ライチがいるとやっぱり筋力が伸びるねよし、行こう。だってボロイとさ、新島ちゃんでしょ。両方ともそんなにタックが伸びるキャラじゃないけど、結構もらえたからね。いや、やっぱりライチなんだよ。ライチ45とか試合経験点つくとさらにね、おいやる気が下がったけど、まあ点数はね伸びると思うんだよね。でもライチ45はもう今無理だからな。で、次はデートしましょう。で、この次のターンで回復するんですけど、かといってね、今何もできないんで、別にマックスまで回復するかな。ちょっとだけ回復しないで次の週定期イベントで回復するっていうのが一番理想なんだけど、どれくらい回復する。おお、いい感じだね。しかもやる気2段階上がった。内角筆だもかなり掴んで、よし、体力マックスで戻ったんで、メンタルか。メンタルも悪くはないんだよね。ちょっと待ってね。まずパワーをどこまで上げられるかだよな。素で B とかはやっぱり欲しいんだよね。で、あとはアーチスト用に取っとく。そうするとね、ミートだよな。D か。足足速いなで、内角筆だとかは、まあ、試合経験点とかで取りに行くか。経験点としてはいいね。スカウトさんもいるから、ここは筋力を取りに行くか。よし、ここでも10ポイント。スカウト評価も10ポイント。5番、サード。4番は多分ライチだね、これ。まあ、サクッとやって点を取りに行きましょう。ミートが D っていうところがちょっと気になるけど、まあ、ただね、今回左打者なんで、初期値がね、やっぱりミート低いっていうのがちょっと痛いですね。で、まあ、査定とかにこだわる人は、そもそも左にする意味あるのっていうところがあると思うんですけど、まあ、俺はね、そんな、一応査定にもこだわりつつ、こう中途半端なやつなんで。査定にもこだわりつつ、能力にもこだわりつつ、形にもこだわりたいっていう、そういう人なんで、まあ、左はね、やっぱり内野安打とか足が速いからいいんじゃん。でもこいつ、そういえば結果的に足が速くなったっていうキャラだから。盗塁もね、一応コツはつかめてるし、盗塁はね、結構技術もね消費するんですよね。ダブルタックでね、打撃とかが来てくれると嬉しいけどやっぱりライチだよね、これ筋力これだけ稼げんの。まあ、これは別にいいでしょう。これでまたスカウトさんいるね。そういえば肩もね、悪くないよ。どうよ、なかなかいいでしょう。で、ああ、いいね、ダブルタック来てる。一応コツは見ておきますか。ナヌーク、これはでもこっちだな。ちょっとマジで技術欲しいんで。
次ここでね、ノーミさんがねメンタルに来てるとマジ最高なんだけど、まあそれは虫が良すぎるとして、ね守備は最悪 E でいっか、ちょっと無理だよな。でただ補給はねサードなんであんまりこぼしたくないんで C までは上げておきましょう。で技術が足りないからミートは C に上げられない。で筋力はちょっとアーティスト用に取っておきたい。まあ、とりあえずこんなものかな。そうすると225は重いよな。であと内角筆談もそういえば取っておかないと、こう最後の調整の時にうわやべえってなるから、金徳はなるべくね取っておきたいんだよね早めに。ワンアウトランナーなしという場面で野川アウトコース高め、スライダーは外れても、やっぱなんかカット小さい気がするな。投げた、おいこれは言えたひどい。0対0で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で打ちました、まあ、これ軟式だよね、高校って軟式だよね確か。6回グリーンバスそんな気がするだけなんであれなんですけど、あれ高校は公式投げました。なんか分かんなくなってきたな。中学が軟式で高校はもう公式になるのかな。ボールはさっぱり分かんないかな。そして若干ちょっと怖いね点差は。まあ神宮寺くんのね伝説のさよなら男も失敗してるんで、そこはちょっとあれかな、しょうがないところはあるかな。さて能見さん精神に来てくれるとマジ嬉しいけど、いない、何にもない。寝よう、ここは寝よう。まあ、とりあえず体力は回復できたんで3回練習できるねこれは甲子園で。で今メンタルが来てんのか新島ちゃんかだったら、新島ちゃんってあとなんだっけ、チャンスメーカーがあるのか。チャンスメーカー直取りはちょっと無理だからな。技術だもんね。一応コツをつかみつつポイントをもらってもいいかなっていうところでいきますか。よしチャンスメーカー行くぜ。どこだったちなみに全然は読んでないんだけど、技術が足りないんだけどチャンスメーカーを取っておいて、あ魔術師かだからこういう時にさマジ痛いんだよねこう気分的に。でもう魔術師は取れないんで、取れないっていうかその守備職人のコツが取れないんで、も取ろう。うおマジ技術足らん、筋力が余っとるな。まあ、筋力はでも最悪アーティストで大量に使うから筋力パワーを A にするところまではでも持っていけないかな。攻撃に入ります。先頭バッターはノバ。ほい。強烈。いった。入った。まああとはやっぱり負けないこと。リードで迎える4回です。炎上さえしなければなんとかなるんで。さあ次の投球投げました。打った。おこれはライナー性の当たりか。ブレインバス追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で野川。あしまっ た危ない危ない危ない。1球目ファウルから打った。強い当たり。やっぱりなちょっとミートが小さいな。ブレインバスリードで迎える7回です。初活君に変わってるね。おー初活君ストレートを投げてきたか。今日4打点を上げています。内角高めボール。1球投げることがスタミナの減りが半端ねえな。ここはスタミナ G っていくつの G なんだ、見たことはないけど。投球これから5球目打ちました。痛烈。いった。 OK、 まあ大丈夫でしょう。よく抑えたねお姉ちゃん。技術が欲しい、とにかく技術が欲しい。こっつけ能見さん何だったっけもうよくわかんないけどとりあえず練習しよう。コツ走塁。走塁はそこまで技術使わなかったかな確か。盗塁よりは使わないはずなんで19か。まあそれでもそれなりだね。っていうかまあ2と3の違いはあるのか。まあ1個くらい掴んでも問題はなさそうかな。これがアダにならなきゃいけどな。で次
体力がちょびっとだけ回復して練習ができるかな。 0% になるかって言われたら微妙な感じはするけど、まあでも多分一桁台でしょう。ブレインバスリードで迎える1回です。ツーアウトランナー一塁という場面で、スプリットに気をつければまあ何度も2点取られている。ブレインバスリードで迎える4回です。ノーアウトランナー一塁という場面で、今のはボール球だった、それとも単に俺の打ち損じか。もうすでに横に入ってるに変わってるし、この回のトップバッターは野川、外側決まってストライク。445の CB、 投げました。めちゃくちゃいいピッチャーだなこいつ。しかも勝ち運持ってんのか。投げた、いや回覧も見せてるな。あと1回回ってきてくれ。ホームランも打ちたいけど、おお持ってきた。奥村君粘るね、さすがにいいピッチャーではある。まあ俺の生贄になってもらうけど。ここでやっぱりね、ライチとかの試合経験点ボーナスがあるともう一伸びするんだけどね。まあタックはないけどコツが来てる。ナヌーク君、ライチライチライチはライチでいいんだけどさ、そうすると筋力がマジ余りそうだな。まあいいや、ライチ一緒に練習するっす。まあこの筋力をアーティストに回させてもらうか。そういえばさ、サードだからさ、よく考えたらあんまり魔術師って必要なかったね趣味いいだからな。かといって回してるあれはないからね、技術は。アーチを取ろう。取ってもあれだね、いや無理だ、技術が本当に足らんわ。技術が足らんマジで足らん。怪我しにくさは1だけ取っておきますか。一応筋力とね、精神の駆け口として。なんか怪我しにくさ自体は結構査定効率はいいみたいですね。まあもしかしたらアプリだけの話かもしれないけど。さてと、おいしくよ、ミート2でなんとかしないといけないのか。無理、あ、危ない。初球ファールから第2球、投げた、ボール、うん、カウントはワンボールワンストライクです。投球はこれから3球目、フォークだったか。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げた、ストレートはボール、おー際で入ってたらマジで手が出なかったな。直球、おー結局フォアボールか。いい満塁、先制のチャンスです。2アウト満塁という場面で野川、最初のバッターボックスはフォーク、ね、第2球投げた、これは2球目ストライク、フォーク。同期は3球目投げました、あしまった、スクリーンか。第4球はこれは入って、ボール、おお来ない。ここ選びました、怖い。2ボール2ストライク、投げました、ちょっと待って低めのボール引っ掛けた今のでもストライクには入ってきてたよね。カーブはちょっとな。0対0で迎える6回です。バッターは攻めて、今日はフォアボールとホームランを1つ打たないとポイント的にかなり厳しいことになるんだけど。投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、あー無理、スクリューとか。第4球を投げました、ちょっと待って、もう一回攻めて、もう一回荒しまる、ちょっとお前でなんとかするわいやー、あの嫉妬な、もうちょっとだけタイミングが遅れてずれてれば打てたんだけど、まあしょうがないよね。いや本当に嫌だ。まあ、とりあえずここで経験点はもらって、これドラフト1位はでも大丈夫でしょう。10年に一度の逸材だみたいなこと言ってたからね。でまあ新島ちゃんもねかなりエピローグポイントくれるので全然いいでしょう。でそれで技術がどうなってくるかだよなミートシーンにはしたいけどな、どうしようかな。まず経験点的には7200、まあ悪くはないね。もう一爆発すればもうちょっといくと思うんだけど、120使うのか、いや厳しいね。待って、総力とかなんでこんな
444もあんのおかしくね。とりあえず吐くか。外盗塁走塁つける、チャンスがいけそうだね。であとは、で待って待って待って、チャンスを、ミート C にしたいな、ミート C にしたいな。外マジでこのポイントの吐き口がなくなるか。また精神だけっていうのかな、逆境をね取っちゃってるからね。打開を掴んだとしても、いや形にこだわるんだったらな、ちょっとミートな C にしたいんだよねやっぱり。であとはこれがどこまで微妙な感じだね。怪我しにくさももうこれだと取れないからな。まあ余るけどしょうがないか。というような感じでね、だいぶねちょっと練習がね走塁に固まったのがあったんですけど、まあただね筋力絡む練習だとライチですね。ライチは本当にねブレインマッスルで優秀だと思います。レベルが高ければね高いほど本当使いやすくなると思いますので、まあ、ライチはちょっとねアーチストが重いっていうのが一つ難点ではあるんですけれども、まあ、かなりおすすめのキャラになってます。というところで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。